米沢市民芸術祭の開幕式が今日米沢市民ギャラリーで行われ、1年間にわたって開かれる芸術祭が開幕しました。米沢市民芸術祭は市民の芸術文化の発表の場として毎年開いているもので、来年3月までの1年間作品展やステージ発表などが予定されています。開幕式を前に山形市の合唱団アンサンブルベンデが合唱を披露し、オープニングを飾りました。式には関係者およそ30人が出席し、米沢市芸術文化協会の佐藤義和会長が、若い人たちの活動の場を増やし、芸術文化により興味を持ってもらえるよう活動していきたいと挨拶しました。開幕初日の今日からは沖玉若手作家展巣箱2022が開かれています。この作品展は沖玉地域を中心に活動する30代から50歳までの作家6人の作品を展示したもので、今回は作家たち自身が作品展のコンセプトや会場のレイアウトなどを考え、作品展全体を作り上げました。会場にはそれぞれの作家の代表作や6人の共同制作作品など合わせておよそ80点が展示されています。中でも共同で制作した作品は、作品展のタイトルにもなっている巣箱をモチーフとしていて、若手の作家たちが育ち巣立っていく場所を表現しています。この六角形の巣箱の一面をそれぞれの作家が担当し、作品展の期間中に実演しながら完成させるということです。また巣箱から伸びる糸が張られていて、そこに来館者の感想カードをつけることで、作家だけでなく来館者も一緒に作品を作り上げていくことができるということです。この作品展は今月24日日曜日まで開かれています。